ねえ戦いにまたゾロゾロと。俺が財宝は俺様のもんだからな。さてゲームを始めよう。そなたの目を見られる。一体どうやって戦えば。剣士と負けるわけにはいかねえんだ。運が悪かったな。無礼者、道を開けよ。よくやってくれた。私の作戦通りだがね。やばりやがまさかね。俺はさらに強くなれそうだ。スレイブいつかへのほどがあるぜ。ドーフィーに並ぶ実力がある。お手並み拝見と行こうか。セリュー、おい手を組むぞ。美しい。頼め。そりゃあな、マヌケなんだ。怖い。強いものこそ美しい。なんだ、できるじゃねえか。どうにもならねえのか。これだ。結果。七部会が遅れを取ることなんかまずねえだろう。その程度の手柄がそんなに嬉しい。目的のためなら七部会だろうと倒すだけだ。心に惑わされる。伏せよ。見るがよい。わらわらこの地が欲しい。わらわら油断すんな。まだ死にたくねえだろ。怖い。すぐに終わっちゃうぜ。耐えよ、メラメラ。次の相手はドイツでござる。360ポンド砲。
そなたのような弱き者は七武海の面汚しじゃ。見事であるぞ。やめて。何人倒れようと俺には関わりのないことだ。回転などするつもりはなかったが、どうしても死にたいか。なんとなく今なら金山を海外の軍師が相手でも侍は気なしでござる。360ポンド。よし、手を組むでござる。また会いたいものだ。目障りじゃ。よし、よくやった。覚悟しろ、もう後へは引けねえ。これでどうじゃ、スレイブ。止まってね。ビールだよ。邪魔じゃ。スレイブの道を開けよ。なんだ、できるじゃねえか。届きもの。新しい時代を制するのは誰か。蹴りをつけようじゃねえか。てめえを殺すとおめえの部下どもはどう生まれたの。本望であろう。わしとしたことが無かった。余計な手間をかけさせるでない。拙者もお主に続くでござる。ここで止まってたまるか。俺は逃げるぜ。どこの馬の骨とも分からぬ下郎がクジャに挑もうなど少子じゃ。それでどうじゃ。邪魔じゃ。宝を横取りするんじゃねえぞ。我ら美しい、この地はもらう。わらわの美しさに免じて許してほしい。スレイブ。よくやってくれた。私の作戦通りだがね。ここで消してやろうか。我々の前からこれで道場届き者。その耳障りな声でルフィの名を連呼するでない。届き者。千人を切れ伏せる我々の美しさ、まさしく一騎当選。なんともあっぱれな活躍ぶり。お主がいれば我らは安泰でござるな。何やってんだ。てめえらの敵を出すな。撤退すっべ。ルーフィーに隙間等でない。鬱陶しい。油断すんな、まだ死にたくねえだろ。支配するのは俺だ。間違ってもお前たちじゃねえ。